今日はまずこちらをご覧ください。国は5年に1度都道府県ごとに男女別の平均寿命を発表しています。はい、2010年の集計はおととし2月に発表されましたが、男女とも長野県が1位となっています。岩手県はと言いますと、47都道府県中男性が45位、そして女性が43位となっています。ちなみに最も短命なのは男女ともに青森県となっています。そこで岩手元気丸では今週から3回にわたり長寿の秘訣を長野県から学びます。1回目の今日は健康に対する長野県の取り組みです。人口215万人の長野県、平均寿命は1990年以降男性が5回連続で1位、女性も2013年に初めてトップとなりました。その秘訣について長野県の担当課長に聞きました。一つには、長野県高齢になっても元気で働いていらっしゃる方が多い、高齢者の就業率も、全国で一番ですし、そういったことがあると思います。それから県民の生活ぶりという点では、男女ともに野菜を一番多く食べる県だということがあるかと思います。それからあとは健康ボランティアって呼ぶんですけれども、食生活改善推進員といった皆さんですとか、あるいは保健補導員といったような草の根的に地域で健康づくりに取り組まれる皆さんの活動が非常に活発だということがあるかと思います。それからもう一点は、医療関係者だとか、あるいは保健師、栄養士、そういった皆さんが予防に重点を置いた、医療保健活動を、やっぱり活発にやってきている、こういったようなことが相まって今の健康長寿につながっているのかなというふうに考えています。なるほど、チェックポイントの中にも野菜を多く食べるというのが入ってるんですね。はい、塩分を減らすというのはよく聞きますけれども、意識して野菜を摂るということが大事なんだ。野菜を摂ることによってその塩分の排出を促すという効果もあるようなんですね。でまた吉澤課長は県民の健康に対する意識の高さが長野県の財産とも話していました。そこで長野県民に聞いてみました。家庭菜園だとか、それでお野菜を自分で作ってる方、お庭をちょっとでも作って、それで無農薬を心がけてるせいもあるんじゃない。それと道の駅がすごく発達してるから、松本近辺は安いんですよ。出来たての結構クロートがやってるんじゃなくて、府の人が持ち寄って、それで自分の名前書いて売ってるから。よく働いた、昔からよく働いてるっていう、そういうこともあるんじゃないですかね。ちょっとなとこしかわからないんですが、でも長寿日本一って本当にね、喜ばしいことですよね。そうですね、私も長く生きてたのはね、いろんなものを見れて、いいんで、できるだけ健康には気をつけるようにしてるんですが、保健の補導員みたいなのをですね、各場所でみんなやってて、いろんなことに啓発運動ですか、やってますので、そういうのもいいんじゃないでしょうか。平均寿命の長い長野県ですが、脳卒中による死亡率で見ると全国平均より高く、去年6月減塩への新しい取り組みなどをスタートさせました。長野県の新しい健康づくりの取り組みで、信州エースプロジェクトっていうふうに名前をつけてやってます。でこのエースっていうのはですね、生活習慣病の予防に効果のあります3つの項目の頭文字を取ってます。一つはアクション、体を動かしましょうということですね。それからもう一つはチェック、検診をちゃんと受けましょう。それから3つ目は E と、健康に配慮して食べましょう。でこの A と C と E の頭文字をつなげると ACE ということで、世界で一番の健康長寿を目指しましょうというようなことで取り組んでます。このうち E と部門で3つの星のレストラン事業に取り組んでいます。これは塩分3グラム未満、野菜140グラム以上のメニューを出す料理店を県が認定するというものです。JR 長野駅のビルにある、その名も長野県長寿食堂。豊富な野菜を店の前に並べ、県の栄養士会の監修のもとメニューを考案しています。現在は
県内80店舗から90店舗が認定されているということですが、将来的には1000店舗を目指しています。また県とコンビニエンスストアと共同で信州エース弁当を商品化し販売したところ、去年11月から2ヶ月間で8万7000食を販売したということです。今回健康長寿の要因分析っていうのを県の方でもやりまして、そうしますとやはり戦前から比較的健康長寿だったという様子が伺われます。で、理由としますと、いろいろ過去の文献等を見てみますと、一つには、結核で亡くなる方の率が他県に比べて低かった、それから乳幼児の死亡率もやっぱり他の県に比べると低かったというようなことが分かってきました。で、その理由をいろいろ調べてみますと、長野県は海はないんですけれども、畑で麦を作ったりお米を作ったり、あるいは自家製の野菜を作って食べたり、あるいは川の魚を食べたり、場所によるといろんな昆虫を食べたりしてタンパク質を取ったりとかですね、それからあとはお味噌を盛んに作ってますけれども、そういったもので発酵食品を取ってたりとか、そういったいろんな食材を取ることがやっぱり体にいいんだっていうようなことの知恵とか工夫が昔から身についてた、そういったこともあってですね、戦前から健康長寿の県だったのかなというふうに考えているところです。確かにその戦前戦後からの流れはありますけれど、今のお話を伺ってても行政が積極的にそして具体的に取り組んでますね。そうですね、それは確かに言えると思います。男女とも長寿日本一の長野県ですが、その秘訣としては昔からの食育の積み重ねと、そして行政の積極的な健康への取り組みがあるようです。感じました。